零零七スカイホールは2012年に公開されたイギリスアメリカ合作のスパイアクション映画。映画零零七シリーズの23作目。ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドを演じる作品としては第3作目である。また、M 役は7度目となるジュィ・デンチである。監督はサム・メンです。ダニエル・クレイグによると自身がジェームズ・ボンドを演じた第1作目、零零七。 カジノロワイヤル及び第2作目007慰めの報酬とは直接の関係はない物語となる。2012年10月23日にロンドンでプレミア上映され、2012年12月7日までに世界各国で順次公開された。007をコードネームに持つ魅力のエージェント、ジェームズ・ボンドは新人女性エージェントのイブと共に、 トルコでの作戦に参加していた。その最中、ミロクの工作員たちが殺され、各国のテロ組織に潜入している全ての NATO の工作員の情報が収められたハードディスクが奪われた。ボンドはディスクを取り戻すべく、実行犯であるフランス人傭兵パトリスを追跡する。イブはパトリスに照準を合わせようとするが、ボンドと列車の上で格闘しているため射撃できない。ミロク部長、 M の指令により、彼女が発砲すると、銃弾はボンドに当たってしまう。ボンドは強国に落下し行方不明となり、パトリスは逃亡を果たす。数ヶ月後、ボンドは公式に死亡が認定され、M は情報漏洩の責任を問われて、情報国防委員会の新委員長である、ギャレス・マロリーから引退を進められる。それは事実上の鋼鉄勧告だった。 その提案を拒絶する M だったが、その直後に M のコンピュータが何者かによってハックされる。さらに、ミロク本部も爆破され、6人の職員が死亡、他にも大勢の負傷者を生んだ。このニュースは、平気地で密かに過ごしていたボンドも目にするところとなり、ボンドはロンドンに戻る。古い地下号を利用したミロク新本部に入り、例々、要因への復帰テストに臨むボンドだったが、 成績は惨憺たるものであった。復帰に会議的なマロリーの意見を一周し、エムはボンドの職務復帰を承認する。ボンドは自身の肩に残っていた弾丸の破片からパトリスを特定し、新任の兵器開発課長 Q から装備を受け取って、パトリスの向かう上海へ赴く。上海でボンドは格闘の末にパトリスを倒したものの、 雇い主が誰なのかを聞き出すことに失敗。パトリスの所持品にあったカジノのチップを手がかりに、ボンドはマカオへ向かう。その頃、ハードディスクにあったナトー工作員のうち5名の氏名がインターネット上に公表され、毎週さらに5名ずつ公表していくという予告がなされる。カジノでボンドは、パトリスの仲間らしい謎の女性、セブリンに接触。 ボンドから情報を引き出そうとしつつも何かに怯える様子のセブリンにボンドは雇い主を殺すつもりがあるなら手伝うと持ちかける。セブリンを監視する男たちの襲撃を撃退したボンドはセブリンの船で共に雇い主のいる廃墟の島に向かうが戦場でセブリンともども囚われのみとなる。島ではパトリスとセブリンの雇い主ラウルシルバと対面する。 シルバーは自らとボンドを、ともぐいの果てに最後に残った2匹のラットに例える。元ミみクエージェントであったシルバーは、中国への返還を控えた香港主局勤務時に、任務の枠を外れた形で、中国の情報を得ようとしたため、当時の上司 M が、中国当局へ通報。中国当局に囚われイギリス側に見捨てられたことで、M を深く恨んでいた。そしてこの島に、 サイバー犯罪の拠点を作り上げ暗躍していたのだった。シルバはボンドが心身ともに現場復帰に適さない状態にありながら、m がそれを隠していたことを告げる。だがボンドは私の趣味は復活だとそれを一生に伏す。シルバはセブリンを危険にさらした射撃ゲームでボンドを試そうとする。結果、セブリンはシルバに殺されるが、ボンドは一瞬の隙を突きボディガードたちを倒し、 シルバを捕らえることに成功する。シルバは、ロンドンの魅力新本部に抗菌された。対面した M は、シルバがかつて彼女に見捨てられた際、敵による拷問の最中毒物で自決を図ったが果たせず、崩壊した素顔を見せられるが、冷たく突き放す。M は、彼女の責任を問う、公聴会が開かれるウェストミンスターへと向かう。一方、キュートボンドは、 シルバのコンピューター端末を解析しようとするが、端末に仕組まれていたプログラムが、ミロクのシステムに侵入して、シルバの抗菌が解かれ、まんまと脱走されてしまう。シルバは部下に助けられながら、地下鉄に逃げ込み、ボンドの追跡を振り切り M 襲撃の体制を整える。校長会では、M が球団の矢を表に立たされ、WO セクションの解体まで取り沙汰されていた。 マロリーは批判の言葉を並べる大臣を制すると、M に発言を流す。M はいまだ世界には、国でもなく、地図にも載らない、危険な勢力が存在し、その、影と戦う組織が必要なのだと、静かに説く。M の暴風がかつて親しんでいたアルフレッド・テニスンの、ユリシーズを M が引用し終えた刹那、シルバと手下たちが、議場に踊り込んでくる。激しい銃撃戦になり、 ミロクの護衛員や、機上警備の警察官が、次々と倒れるが、真一発のところで駆けつけたボンドが、マロリーやイブと共に、シルバとその配下の攻撃を退ける。M を護衛しつつ、公用車で連れ去ったボンドは、途中、公用車から、自身のボンドカーに乗り換え、スコットランドグレンコーの荒野にある今は住むもののない、彼のせいか、スカイホールへ向かう。ボンドはシルバを誘い込むため、 Q に電子的に後を残しておくよう指示する。爆僚主任のビル・タナーと共に手段を講じる Q の前にマロリーが現れるが彼はボンドの目論みを見抜いた上でそれを黙認、効果的なアドバイスまで与えるのだった。スカイフォールでボンドと M はボンド家の両馬管理人であるキンキードの協力のもとあり合わせの材料で作ったいくつもの罠を家中に仕掛け、 シルバの到来を待つ。三人はシルバの送り込んだ。第一襲撃グループは撃退したが、その最中に M が銃弾を受けて重傷を負う。シルバ本人が第二襲撃グループを引き連れてヘリコプターで到来し、ボンドは M と近畿移をスカイホールから離れた礼拝堂の方角へとつながるトンネルに逃がす。シルバの指示を受けたヘリコプターからの攻撃によって、 t b 5が大破させられるも、ボンドは生まれ育った家屋をガスボンベとダイナマイトで爆破し、第二襲撃グループの大半とヘリコプターを撃退する。一時傍然となったシルバはトンネルから地上へ出た M と、近景度の存在に気づき、後を追って礼拝堂に向かう。トンネルを抜け出たボンドは、M たちの元に急ぐがシルバに阻まれ、抵抗するが凍った湖の中に、シルバの手下と共に消える。 礼拝堂にたどり着いたシルバは m に銃を突きつけ、共に死ぬことを強要する。そこへ、ボンドが到着、シルバにとどめを刺し、自分が最後のネズミだと告げる。だが M の傷は深く、もう助かる見込みはなかった。私は一つだけ正しかったと呟き、M は息を引き取る。M の葬儀後、イブはボンドに、ミロク本部キングとなったことを告げ、改めて自己紹介し、本名を明かす。 新たな M となったマロリーは次の任務を指示し、ボンドは喜んでと受諾するのだった。ショーン・コネリーが初代ジェームズ・ボンドを演じると発表されてから50周年となる2011年11月3日、ロンドンのコリンシアホテルにて記者会見が開かれ、スカイホールのキャストが公式に発表された。アストン・マーティン DB を主人公のダニエル他に、 イエンス・ハルテンが、ハビエル・バルデムのキャラクターの共犯者を演じると、報じられた。ベンドイド・ホームズは、ツイッター上で本作への出演を認めた。ギリシャのモデルのトニア・ソティロポロスは、セブリン役のオーディションを受けて落ちたが、別の役にキャスティングされたことを明かした。スカイホールの制作は、メトロゴールドウィン・メイヤーの財政難のために2010年の間は中断されていた。 2010年12月21日に MGM の再建の目途が立つと、プリプロダクションが再開され、そして翌2011年1月、MGM とイオンプロダクションズより、2011年後半より制作を開始し、2012年11月9日、公開を予定していることが公式発表された。その後 MGM とソニーピクチャーズは、イギリスとアイルランドでの公開日を、 アメリカ合衆国の11月9日より2週間、前倒しとなる10月26日に変更した。制作費は、慰めの報酬の2億ドルから下がって1億5000万ドルで、ある。本作は、007ドクターノーから始まる、007シリーズの50周年記念事業の一部となる。プロデューサーのマイケル・ジー・ウィルソンによると、50周年のドキュメンタリー映画も制作される。 本作は、007シリーズとしては初めてとなる、IMAX 上映が行われる。2011年8月、セルビアの新聞、武術史上にて、00723作目の題は、カルト・ブランシュとなり、ジェフリー・ディーバーの小説、007白紙人情を原作とすると書かれていると、複数のニュースサイトが報じた。8月30日、e o n Productions は、新しい映画は、 カルト・ブランシュではなく、ジェフリー・ディーバーの小説とも、何の関係もないという公式声明を出した。2011年10月3日、MGM とソニーピクチャーズにより、jamesbond-skyfall.com、e、skyfallthefilm.com、e、を含む15個のドメイン名が登録されたと報じられた。これにより、映画のタイトルは、 スコヨーホルになるという過程にメディアは至った。これらの報道に対し、イオンプロ、ソニー、MGM は特に反応しなかった。翌11月の記者会見にて、スコヨーホルという題は正式に発表された。共同プロデューサーのバーバラ・ブロッコリは、このタイトルは映画の中で明らかにされるいくつかの感情的なコンテキストがあると述べた。スカイホールを監督するサム・メンデスは、 慰めの報酬の公開直後にプロジェクトへの参加契約を済ませており、MGM の財政難騒動の間にはコンサルタントとなっていた。メディアではメンデスは演技を重視してアカデミー賞を獲得するために脚本からアクションシーンを削るだろうと憶測された。しかしながらメンデスは予定されているアクションシーンは映画において重要な部品であると述べ報道を否定した。 過去にアカデミー監督賞を受賞したことのある監督が007シリーズを監督するのは史上初である。また、メンデスはロードとパーディションでもクレームと組んだことがある。脚本はもともとピーター・モーガンへ依頼されていたが、MGM の経営危機問題で映画の制作がストップしていたことにより降板し、最終的に執筆することとなったのは 007? シリーズの常連脚本家であるニール・パービスとロバート・ウェイドにジョン・ローガンを加えた面々となった。2011年9月、ローガンは最終的な脚本は彼のアイデアに基づいていると述べた。撮影監督はジャーヘッド、レボリューショナリーロード、燃え尽きるまででもメンデスと組んだロジャー・ディーキンスが務める。ディーキンスが撮影でアリアレクサカメラを使った。 プロダクションデザイナーには、デニス・ガスナーが続投し、衣装デザイナーには、ジャイニー・テマイム、第2班監督には、アレクサンダー・ウィット、スタント・コーディネーターには、ゲイリー・パウェル、特殊効果監修には、クリス・コーボールド、視覚効果スーパーバイザーには、スティーブ・ベックと、これまでの007のスタッフが起用された。タイトルシークエンスでは、ダニエル・クラインマンが、カジノ・ロワイヤル以来デザインに復帰。 本編スタッフと別に撮影監督をリドリー・スコット作品で知られるジョン・マシソンが CGI はフレームストア社が担当したトルコのバルダ鉄道橋冒頭のボンドの転落シーンに使用された2011年4月サム・メンデスとバーバラ・ブロッコリはロケ地探しのために南アフリカを訪れた8月にプリプロダクションに移ると撮影はインドで行われ一部場面は ニューデリーのサロジにナガール地区やゴア州とアフマダーバードの間の鉄道で行われると報じられた。制作スタッフは、根幹鉄道を封鎖する許可を得るのに難航していた。ダークナイトライジングや、ミッション、インポッシブル、ゴーストプロトコルも同様の問題に直面していた。その後インド当局によりいくつかの制限が追加された上で許可が下りたが、 結局制作スタッフはインドで撮影しないことに決めた。撮影には、イスタンブールのコンスタンティノープル競馬場、アヤソフィア博物館、フェトヒーエ、アダナ近くのバールダ鉄道橋が浮上し、国内で3ヶ月費やされると予想された。メンデスは中国が映画に登場し、上海やた多数の国々で撮影することを明かした。2012年2月1日。 パインウッドスタジオのセットのダニエル・クレーグが映った公式画像が初公開された。2012年4月の報道では長崎県の端島が支払われた。都市でオートバイチェイスを撮影した際、制作者は建物に損害を与えたという批判にさらされた。マイケル・ G ・ウィルソンは撮影の期間中は複製を作って本物と入れ替え、終了したら元に戻していると説明した。 トーマス・ニューマン作曲家には、前作までのデビッド・アーノルドに代わり、これまでサム・メンデス作品を手掛けてきたトーマス・ニューマンが、起用された。アーノルドは、自分が2012年ロンドンオリンピックの開会式で、作曲家として、ダニー・ボイルに協力しなければならなかったからだと、コメントしている。2012年10月、イギリスのシンガーソングライターのアデルが、ポール・エプワースと共に、 主題歌のスカイホールを書き、録音を済ませたことが発表された。曲は007ドク、no、ターノーから50周年となるジェームズ・ボンドデーの2012年10月5日午前0時7分にオンラインで公開された。また、主題歌候補としてミューズがスプレマシーを歌っているが先行で敗れた。プレミア上映は2012年10月23日に ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた。上映には、ウェールズ公チャールズとコーンウォール公爵夫人カミラが出席した。007スカイホールの全世界での工業収入は11億856万ドルに達した。イギリスでは公開から40日目に、イギリス国内の累計工業収入が1億5000万ドルを記録し、それまでの歴代1位であったアバターを超え、 イギリス歴代公衆1位となった。最終的な工業成績は1億6237万ドル。北米では、007シリーズとしては、史上最大となる3505巻で封切られ、公開初日に3080万ドル、初週末には8780万ドルを売り上げ、007シリーズとしては最高の滑り出しとなった。累計工業成績は三億百十六万ドルを、 記録し、2012年公開作品の4位、007シリーズとしては、歴代1位の成績をマークした。また、チケット代のインフレーションを考慮しても、007スカイホールは、007サンダーボール作戦、007ゴールドフィンガーに次ぐ3位の成績をマークする、華々しい結果となった。日本では、007シリーズ史上初めて、 日本語吹き替え版を同時上映することが決定し、2012年12月1日に、東方シネマズ日劇ほか584スクリーンで公開され、初日2日間で、動員39万8754人、公衆4億5463万9650円という、ダニエル・クレイグ主演の007シリーズとしては、最高のオープニング成績を記録し、 初登場1位となった。2013年1月6日時点で、工業収入は24億円を突破し、ダニエル・クレーグ主演の007シリーズとして最高のヒットを記録し、ピアース・ブロスナンが5代目、ジェームズ・ボンドとして主演した007シリーズの工業収入をも超えた。なお、MGM は本作とホビットを思いがけない冒険の成功により、破産状態から、 見事脱却した。007スカイホールは、批評家から、主に肯定的な評価を受けた。レビュー集約サイトの6点トマト図では232件で91%の支持を集め、平均点は8.2、0となった。有力媒体のレビューから得た評価を数値化し、過重平均値を出すメタクレティックでは、43件のレビューで81、100を記録した。 デイリー・テレグラフの映画レビュアー、ロビン・コリンズは、007スカイホールは、常に、大胆な、しばしば眩しいと述べ、アクションシーンにも触れ、ユーモアと、温かさが、いっぱいと評した。タイムズのケイト・ミューアは、偉大な英国のブルドッグの映画だ。古典的なボンドへの外旋と述べ、007の復活、そして最高の一本として残るだろうと考えた。ロジャー・イーバートは星つの満点を与え、 この数年間で最高のボンド映画と評価した。イーバートがボンド映画に星4つを与えたのはカジノロワイヤル以来である。第86回キネマ巡報読者、選出外国映画ベスト10第10位。007シリーズがオスカーを受賞したのは1964年の007ゴールドフィンガーの第37回アカデミー賞の音響編集賞。1965年の 零零七、サンダーボール作戦の第38回アカデミー賞の特殊資格効果賞以来3度目で47年ぶりの受賞となった。ノミネートは1981年の零零七、Your Eyes Only 以来31年ぶりとなる。英国アカデミー賞で零零七シリーズが受賞したのも1963年の零零七、ロシアより愛を込めての撮影賞以来であり。 英国作品賞受賞はシリーズ史上初の快挙である。ありがとうございます。